はい、夜更かしです。今日も来ましたね。僕は今日は神奈川県足柄下郡湯河原町に来ました。遠すぎて、あの箱根の山、はい、眠くないですか、このあれが。酔ってましたよね、夜更かしさ。だいぶきついんですけど、今。車酔いの中、ちょっと車酔いやばかったんですけどね、なんとかたどり着きましたね、ここ。遠かったっすね。湯河原ですか。湯河原ですよ、有名な、かの有名な。確かによく聞きますよね。はい。そこの、亀屋旅館さんというところにやってきたんですけどね。はい。どんな感じなんですか、ここは。ここは1885年創業の歴史ある旅館でね、はい、まあ、湯河原自体ね、芸能人が結構別荘を持ってたりね、そういう結構閑静な温泉街として知られてるんで、まあ、この亀屋旅館さんもね、例外なくすごく落ち着いたレトロな旅館さんですよね。ここ熱海にも近いんですけど、熱海は結構にぎやかな大きい温泉街に対して、まあ湯河原は落ち着いたね、静かな温泉街なんで、マジでなんか大人が来るような雰囲気ありましたよね。そうですね、アダルティーな感じで。そうですよね、でもあんま来たことないんで、ちょっと楽しみですね、この辺。そうですね、初めてなんで楽しみですね。今日はあの旅館の方も出演していただけるんですよね。なんかそうみたいですね、もしかしたらいけるかもしれない。あ、じゃあちょっと楽しみにしていきたいと思います。はい、表もすごいですね、なんか神谷さん提灯がついてね、すげえレトロありますね。そうですね、行きましょう。はい、はい、どうぞいらっしゃいませ。お疲れ様でした。こんにちは、はい、お待ちしてました。どうぞ、ね、よろしくお願いします。こんにちは。お疲れ様です。はい、こちらが神谷旅館さんのオーナーさんの、はい、ヤカメさんです。ヤカメ正幸です。ヤカメさん、はい、今こう、うちの旅館はね、家族でやってるね、旅館なんですよ。で、温泉が本物で、昔から江戸時代の末期から1本と、昭和35年に1本と2本持ってまして、それをいろんな他のお宿さんに分けたり、マンションに売ったりしてね、もう細々と生活してるんですよ。いやいやいや、説明がすごいですね、いきなり。ここの源泉を売られてるんですか。源泉をいろんな旅館さんにね。めっちゃすごいっすね。すげえ。ですよ。大元ってことですか、もう。湯元の。湯元湯ですね。すごい。今日は早速、あの館内も案内していただけるということで、はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。どうぞ。はい、ずっとね、古いやつでね、すべて階段なんですよ。階段ですか、はい、はい、すごい広いですね、館内ね。え、何部屋ぐらいあるんですか。部屋、今使ってる部屋は9部屋ぐらい。9部屋なんですよ。で、途中にこちらにも、あの部屋ですか。部屋ですね、見ますか。あ、じゃあいいですか、どうぞ。見せていただいて、はい。ここは何の部屋ですか。これ、有明という部屋ですね。有明の部屋、はい、うん、どうぞ。あ、広いですね。こちらがトイレと、このお風呂になってますのでね、ちょっと見てください。あ、見て、あ、すげえ緑が綺麗ですね。はい、窓の外の。失礼します。はい、これいいですね。雰囲気か。ね、今日景色が熱止まりですから、もう布団引いてありますのでね。これ8畳ですか。これ10畳です、ね。あ、10畳。うん、小さいですけど、温泉ですよ、向こうに。あ、温泉あるんですか。温泉ですね。あ、ちょ、温泉も入れるということで、今ちょっとお風呂ないんですけど。そうですね、今、来たお客さんがね。なんか風通し良さそうじゃないですか、です結構。まあ、これもね、サルジとか、ありますし、タヌキとかね、アナグマなんかも出てますよ。よいしょ。こちらは、ゆずいちのお風呂ですね。間に合わないですね。急げ急げ。こちらは すごいハイペースですね。トイレ付きですよ。あ、ここも部屋があるんで。はい、どうぞ。あ、ここお湯が入ってる。そうです、今食べてありますのでね、温泉ですね、どうぞ。これ、あ、石なんですね。え、それ伊豆石って、この辺で取れる石なんですよ。あ、いいっすね。いいよね。いいっすね。外の景色も抜群ですね。はい。天気がいいですからね。紅葉も今シーズンですか。そうです。もう少し経つと、はい、うちの奥以外の山でモミジのお祭りやりますよ。あ、ちょっと今もなんか色づいてますよね。そうです。多少ですね。うちは、まあ、温泉好きなリピーターだけでね、やってるようなもんですね。あ、やっぱ何回も来られる方が多い。そうです、そうです。で、左も行けるんですけど、
まっすぐこう行ってぐるっと回ってくるような形ですね。はい、はい、広すぎて迷いますよねこれ。もうどこか分かんないです。今どこ行くも分かんないですもんこれ。今広すぎてここすごいですよ。もうですよあの石段、ね、石段これ石の中で作ってね、昔はとってもなかった。これ20本ぐらい取れるぞ。レトロなの楽しみにされる方が多いですね。まあそうですね。ですからうちのキャッチフレーズはね、昭和レトロ宿っていうね、あれですよ。昭和レトロ宿。いやまさにその通りですね、はい。ここは何ですか？ここは鉄筋の建物で、はい、今まで一番最初の鉄筋なんですよ。はい、ですからエレベーターも何もないですよ。湯河原で初めての鉄筋なんですよ。そうですよ。すげえ情報がある。ちょっと情報が。家のはあの眺めがいいですのでね。何部屋ある？部屋数は、24ぐらい。24。実際に今使ってるのは9部屋だけですよ。9部屋か。はい。まあ、ちょっとした小学校ぐらいですよね。そんなでかくね。映画とか撮られないですか、ね、撮影。うちはですから撮影で、はい、一応基本的に新道日になる大変にしてまして、はい、あとは撮影で、撮影でやってるんですよ。平日は全部撮影ですか。そうですね。あ、そうなんだ。いろんなね、あ、ここも温泉があって。こちらはちょっと見てください。はい。いや、風景が、いや、ここもこじんまりしてますけど、外の緑が見えていいですね。景色がやっぱいいですね、3階にあると。そうですね。ここから見ると、あの上の方までそうですよ。ね、ちょっとさ、カメラマンが追いついてない。まだフロー映してるんですよね。全然そのペースについてこれてないんでしょ。あ、大丈夫ですよ。大丈夫です、はい、どうぞ。奥の方の胸まで見てください。ここから見るとね、分かりやすいですから。これも大正の建物だったんですけど、あそこも こちらの旅館なんですか。もちろんもちろん、カーラだったんですけど、そのカーラがあのこの間あの台風でダメになって、新しいカーラがないんですよね。サイズが違ったり、それでね、雨漏りして困るかと思って今トタン吹きにしちゃったんですよ。あ、そう、昔はもともとは瓦。瓦です。先ほどなんかあの撮影でよく使われるっておっしゃってたんですけど、はいはい、どういうなんかなんです、ね、映画とかだったりドラマとかそういうの。そう、映画とドラマ、グラビアですね、が来られて撮影され、撮影ですね。カメラマンさんも、ね、有名な私の知り合いですよ。あ、じゃあここの館内いろんなところをどう使って撮影するって、ちょっと素人カメラマンじゃない、ね、本当のカメラマンが来る。あ、もちろんプロで有名な方ですよ。あ、そう、すごいです、ね、ここに来たカメラマンで一番レベル低いです。いや、資格ないですから俺。別の部屋案内していただいたのでちょっと撮らせていただきたいと思います。はい、悪いですね、なんか めちゃめちゃ布団出てます。そう大丈夫ですか。そう、ちょっとなくて、ここ今日泊まられないですね。泊まらないですね。あ、なるほど。泊まるとこだけね、そうですよ、ね、てるんですよ。もうね、まあ、めちゃめちゃ干されてますね。そうです、そうです、ね、いいっすね、なんか生活感が、ね、旅館の裏側が見れていいっすね、掃除とかめちゃくちゃ大変じゃないですか、この広さで。大変ですよ、私。全部掃除するの。ですからね、アルバイト、今日もさっき送ってたから、ね、あ、はい、あのフィリピンから来てる方ですよ。ああ、に掃除とかもしていただく。そう、じゃあ、海外から の、 あの働きに来られる方多い。そう、働いてる多いのは。どれが NG で、どれが流していいか分かんない。NG、NG。ビッグネームがさっきからめちゃくちゃ出てて。そうっすね。びっくりしますよね。一般人にはちょっと追いつかないですよ、これ。私のね、話を聞きに来る方多いですよ。そうですよね。